1週間ぐらい、1週間ちょっとです。はい、やばい、お前一回もうお前やめとけ、ちょっとやったことないんだろ、絶対無理だぞ。またこいつはしつこく電話してきてこいつちゃん大量投げ対決1週間でしょ。5年で9年目になってんじゃん。美味しい、めちゃくちゃ良い。これは高いよ。いける？4層目怖えな俺が。パワーはい、お疲れ様です。でございます。お疲れ様です。初めての動画です。しかもお前誰だ安藤です。あ安藤です。えはい、お前誰こいつ怖いこんな絡みする。なんなんなん説明なんだ今どれぐらいだ。入って1週間ぐらい、1週間ちょっとちょうど入れ替わりか。あちょうど問題の問題の映像の良くなって生まれ変わって2人合体した。え言い過ぎだダメだ。この何歳。18です。18歳ですよ。お若いですね。ちょうど寮も入れ替えでな、あそこ入ってお父さんお母さん見てんの。いや多分お父さんお母さん名前なんちゃう。名前ですか。言いたくないみたいな顔して顔してみないで一応言わないでおきます。一応お父さんお母さん、はい、息子ありがとうます。はい、しっかりしていきます。訴えられるわ。訴えられるお父さんお母さん訴えられる。香川で。香川すごい、すごいぞ。遠くからずっと見てる。疲れねえかお前、車の中で。お前歩いてきたら一番奥で寝てるよ。何やるよな、もう入り口の方で寝たら気づかれるもんね。一番こんな奥かもね。いやいや悪意しかないよ。どうこっち一緒に現場行ったやつは。はい、最初行ってるかな。いや、動く。一番最初だったんだよ。うん、まさか一味さんだろ、お前またってどういうことですか。またやったのお前。またやっちゃった。いやいやいや、優しい、すぐ優しかった。確かに確かに、でも未だにコメントできますもん。もうツンク知らないやつだ、こういうのやりまちょっと歌ってツンク、しかもでも遊んでるぜって知らんのお前。知ってます、すごい。こいつちゃん、それお前違うだろ。それ大崎言ったからそれ新聞でこっちでも根性あんだよ。一回もうお前やめとけって。無理だろ、18でやったことないんだろって。絶対無理だぞ。それしかもそれジムが断ったの。そうそう、ジムが最初面接するから。ジムがもうこの子は未経験だしダメですで、書類は俺のとこ上がってきてなかった。またこいつはしつこく電話してきてますでもどうしても働きたいです。ストーカーさ、ストーカーそれでも熱意が僕はありますよ。で僕はその陸上かなんかでその国体かなんかと全国の大会まで行っとるから、体力的にも根性的にも僕はしっかりできますんで使ってくださいってジムにも嘆願して、で俺のとこ処理が上がってた。でまあいいや、一回ちょっと喋るわ。喋ってで、いやそんな文面来たからめちゃめちゃ根性ある。はい、お願いしますみたいな感じじゃないですかみたいな。はい、はい、こいつやべえなと思ってる電話でこんな感じよ。はい、お前何全国とか行っとったのとか言って、スポーツやってん。あ、はいそうですね、あ、はいみたいな。その声通りの人が何やねんこいつと思って何ややるならいいけど、もうとにかく就職とかじゃなくて、とにかく1ヶ月2ヶ月アルバイトで行って来いよって、うん、でも寮にとりあえず入れみたいな。な、部屋帰るなすぐ決まったらもったいないし。で来たけど2日目に本社で会ったの、はい、お前大丈夫かって言ったらいいですね。違う無理ですよ、なんかきついだろみたいな。あ、きついだろ。だから思ってた以上にきついですっていうのを言ってない。無理ですと言ってない。続きそうかって言ったんだな。あ、そうそう、それも何て言ったんだ。いや、ちょっとやばいそれは言ってた。とにかく無理やりさせるの、熱中症になる。で自分の体のこと一番分かってないで、スポーツだったら分かるかもしれない。分からないんですよ、行っちゃうの気持ち悪い。で今ジャーッってなるから何非常にって本当になるって人間違う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 全部なかったら人間を当にシュークシャーってなるってことで人間じゃあ本当に終わりません。分かってるけど急にやられたら本当に行きそう。やってみようか。じゃあ新人紹介じゃないんで今日は。寝取った人は分からんと思いますけど。
量投げ対決。寝起きで。もう寝そう。寝起きでって思って本当に喋りかけとんじゃん。寝起きでって。俺の前上からお前が来とんじゃん。寝起きでって。びっくりハテナするんだ。感情が出ちゃったってことですか。ハテナ。感情が多分出ちゃった。話しかけたとかじゃない。多分心の声が出てる。寝起きだもんね。ちょっと寝起きで調子悪いし。出ましたってことはやっぱ腹の中あるってことだよ。いや違う。もうちょっと。そういうこと。ちょっと佐々木はミニチャンネル数字伸びとるもんね、お前。いやいや。いやいや。今トルクちゃん何やった？結構最近ちょこちょこ上げてるだろ。ちょくちょくは。な。もうすぐ11万人。このチャンネルはまたほのぼの子供も出とるしな。はい、楽しいチャンネル。またそっちも見てください。はい。はい、じゃあまあどうしよう、誰が受け取ったる、何ヶ月何ヶ月1週間でしょ。1週間5年で5年、9年目になってるんじゃないですか。はい、じゃあやってみましょうか。じゃあ俺が上でキャッチしたの。上でキャッチ取れんだろお前今顔取った今。いやいや俺が上でキャッチしたのかと思うけど、今のは出てない。今押さえたっすか。押さえた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 けど顔で出てたらしい。お前なじゃあ来たよな今。今は見ただろ。分かる見たよ。顔には出てないけど俺らは分かるよな。俺は動画を撮った方がいいかな。僕はもう今抑えましたね。あるってことやないわけじゃねえやん。あ、やばい、行ってみようか。最初のお前からの、あそこは行けるだろう。じゃ意外と高い。はい、じゃあ行きます。はい、第1投目しゃがんだ方がいい。危ない。重力でやる。2回もいっちゃうさ。いきます。惜しい。はい、お疲れ様です。1週間目ひどい。これだけでこんなにやれるの。あ、5年か。5年生死まあまあやっとるな。見てください、このひっくり扱い。5年目の扱い。よっ。おお、余裕も。お前余裕だな。この投げ方がいいんだよね。これがやりたいんですよね。めちゃくちゃ余裕。タケもそこ余裕だな。タケも偉い。これは高いよ。普通にこれは高いよ。いける？4層目っすね。お前挑戦する、うん、投げるだけ投げてみ。はい、あ、その前お前絶対下に置くよ。はい、お前投げてそのまま立てるさ。4でラケットが跳ねるで。よあ、危ない危ない危ない危ねえぞお前。お前こいつ落ちて死ぬパターンだよ。危なじゃあお前怪我だけするんだよ。無理っすよ仕事はな。ちょっと偉いか。着手性偉い。この投げ方じゃ動かない。あ、そういうこと。うめえな俺が。危ない。お前偉いな。岡部挑戦。うめえな。これはチャンス、チャンスです。見せつけどころですか。見せつけ。え、最近でもジム行ってないんですよね。いや、なんか筋肉ついてるな。なんか筋ついた。ジム。めちゃドヤ顔でそうですねとか言うし。ちょっと筋肉ついた。パワー！よし、行くよ。
お、惜しい。うわ、惜しい。勝ったな。もうちょいですね。もう一回、あ、いいよ、もう一回。まあ、2回目ってことでしたか。悔しそう、めちゃくちゃ。2回目、2回目。2回目だぞ。うわ、惜しい。惜しいね。いきなりそこ下から練習したいか。あ、マジか。下から。肩出来上がってないってなんか選手いません。あそこにいるだろう。スペイキン方が岡部に負けてる。余裕めちゃくちゃ、めちゃくちゃ余裕。まだもう一回になるか。全然余裕。はい、行こうか。上は無理だろ。上は無理。見た感じ、あ、見た感じ上は無理っすね。うおー、ちょっと本当か。ちょっと汗汗って感じの顔してます。汗汗って感じ。はい。おお、すごい。一発。イエーイ。おお、すごい。このカウンターの顔。足を置いてこい。まあまあまあ、まあ、いったっす。今日ちょっと調子悪かったっすよ。調子悪い。あ、寝起き、あ、寝起きだから。寝起きで調子悪い。はいはい、負けとんやん。はい、負けとんやん。ちょっと言い訳あるっすよね。言い訳ないな、言い訳ない。寝起き、寝起きで肩温めてくれてる。眠たいっす。お前こいつが肩が乗る頃ってサンダーバーは終わったくせに。お前自分寝起きとかじゃん。すごいね。普段投げないんですよ。もう投げないもんね。大きい物件だったら絶対投げたらな。今いかんだろう。大きい物件だな。はいはい。次の試合がまたね、投げれるようになるのを楽しみに、はい、待ってますんで。あ、ね、あとあの足場材の回答でやってますんで、はい、ちょっと最近またあんまり声かけてくれてないですけど、 YouTube の問い合わせ先か、まあ、インスタ、俺の小林克信のインスタに問い合わせてくれたら、あの足場の回答駅もやってますんで、ぜひ声かけてください。よろしくお願いします。お願いします。あ、足場のチャンネルは告知ある？週1で動画上がってます。上がってるの今？また上がってるんだ。最近足場のチャンネル上がってるんで、ぜひ。もう本当俺がいないところでまたプライベートな的な。そうですね。やっぱ俺がいないとみんなよう喋っとるし、見てるし。社長だ。まあ社長とあんまり喋りづらいじゃん。またそちらも見てください。はい。よろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てねー。